バイナリーには常識を捨てるだけでバカ儲かる裏技が存在するんです。その裏技とは。はい、どうも、バイナリー投資塾のよすけです。今回の動画は勝率 98%、 誰でも3日で500万円、高勝率高利益をね両立させる攻略をついに発見、初心者でも生活が一変するほどの爆益種を伝授していきます。今回紹介していく手法なんですけど、実際に僕の LINE にね登録してくれてる生徒さん30名に検証してもらい、なんと全員がね3日で500万の利益獲得に成功した手法なんです。これだけだと信用できないっていうのもねぶっちゃけ無理はないので、後ほど本編で説明していくんですが、なぜこれだけのね利益が出せるかっていうと、今回は内蔵されてるデフォルトのねインジケーターしか使わない、ほんと簡単な手法にもかかわらずロジックは強力なんです。それに加えてよくあるね投資の落とし穴を回避するためのワンポイントアドバイスまでね完備されているので、初心者の方もすぐに実践可能な内容となってます。そしてさらにね安定した利益を求めるっていう方はぜひね注目していただきたいんですけど、先日このようなね動画をアップしたんです。でここでトレード記録っていうものについてねお話ししたんですけど、簡単に言うとトレードをね記録するためのものになります。で自分の取引用をしっかりと理解するための振り返りがね簡単にできるようになって、取引の精度を上げることができるっていうような内容なんですよね。でこれってまあ本当にごくごく一部の部分ですが、まだね見てないって方は動画の概要欄にも貼っておくので、ぜひねそちらちょっと見てみてください。その話についてこのようにねたくさんのコメントをいただいて、結構やっぱ反響が良かったんです。結構皆さんね興味を持ってくれてるんだなと思ったんですけど、どのように記録したらいいのかわからないって方も正直多いんじゃないかなと気づいたんです。そこでこの度ね僕が作ったトレード日記のテンプレートを完全無料でプレゼントさせていただくことにしました。これを使えばテンプレに従って記入するだけなので、難しいことはね全くないですし、気軽にね記録をつけることができるんで、あなたのスキル向上へのね大きな一歩となることでしょう。また記録をつけるのは早い方がいいですから、完成したばかりのこのタイミングでこのテンプレをねぜひ手にしてもらえればなと思います。で僕の LINE 登録をねしてる方限定でお渡ししていくので、概要欄から LINE 追加してねキーワードメッセージでお送りください。また今回ね紹介する仕様で最重要情報もプレゼントとしてご用意していますので、必ず受け取ってね万全の状態で取引をしてください。今が人生逆転のチャンスです。あなたも爆益をつかんで不労所得生活を送りましょう。今なら LINE 登録者限定で裁量トレードシステムトレードで勝率 20% 以上上がるトレードノートを完全無料でプレゼントします。実際に取り入れたバイナリー歴1週間でマイナス収支だった初心者が今や単発勝率 90% の精度を誇っていますし、その他にいかなる相場でも月収200万円を安定してキープできている方もいますので、効果は一目瞭然です。記入方法についても具体的に記載していますので、スキルアップしていきたいって方は僕に LINE でねトレードノートとメッセージをお送りください。はい、それではね早速ちょっとやっていきたいなと思うんですが、今回の手法はですね1分取引で行ってください。1分取引に合わせてね設定数値も組んでますので、まずこのようにね MT4 を開いていただき、必ずねここの時間足に関しては M1 に設定するようにしてください。これ違う設定になってしまうとこの手法自体ね機能しなくなってきます。例えばハイローでのね取引を1分で、チャート自体ね5分で見てるとかってなってくると全くね効果は変わってきますので、くれぐれもねここは間違いないようにしてください。この時間足のところね M1 に設定ができましたらひとまず OK です。早速ねちょっとやっていきたいなと思うんですが、まあ、冒頭でもねお話しした通り、僕の生徒さん30名に実践してもらった際に全員が3日で500万達成したんですよね。ただこれだけだとぶっちゃけ本当なのとか、いや信じられないよとか疑いをね感じる方もまあぶっちゃけいるかなと思うんで、こちらの画像をご覧ください。まあこれ何かっていうとね、実践に協力してくれた生徒さんの15分の結果になります。最初にもねお伝えした通り1分取引で、通貨ペアはねドル円で、ペア取率は 1.95 倍となります。つまり今見せてるねこの15分の中で利益としましては 28,500 円となります。じゃあこれが仮に1時間ね行うってなった際に、まあ、単純にね4倍していただくと11万4000円となります。数字的な部分で言うと十分なね数字を誇っているんですが、まあ、3日で500万っていうね数字に対しては全く到達してないですよね。ですが今回1分取引、つまり1分ターボとね取引で行っていきますので、対応している通貨は全部で7通貨ペア存在します。
つまり全ての、ね、通貨ペアで行った際、単純に7倍かけていただくと79万8千円になるんです。これはあくまでもたった1時間の結果ですからね。これが仮にじゃあ3時間とかねチャート張り付くことができれば、1日で239万4千円で、ね、稼ぎ出すことができるってことです。じゃあこれを単純に、ね、3日続けて500万以上ね稼ぎ出すってことはね、簡単にね実現できるっていうのが十分イメージできたんじゃないかなと思います。収益についてはね十分イメージできたところで、早速ねちょっとインジケーターを挿入していきたいなと思います。まずこちらですね、挿入インジケーターのオシレーターの中にありますこちらリラティブストレングスインデックス、こちらを選択してください。そうするとこういったね設定画面が出てきます。このパラメータの部分ね基本的には入力してってほしいんですけども、数値に関してはね動画の後半でお伝えしていきますので、正しいものがね設定できたっていう状態で必ずねちょっと設定していきましょう。続いてもう一つね RSI を入れていきたいんですけども、まあ、今回この今ね挿入したこの RSI と同じウィンドウにね表示させていきたいなと思います。なので今度はね画面上部のこちらですねナビゲーター、こちらをね選択していただくと、このようにねインジケーターがずらっと横から出てきますので、このオシレーターの中にありますこちらリラティブストレングスインデックスですね、これを長押し、まあ、ドラッグ&ドロップでねこの中に持っていきます。そうするとこういうような、ね、設定画面が同じく出てきますので、こちらも同様にね動画の後半で数値をお伝えしていきます。きちんと正しいものを入れてくださいね。設定数値がわからないまま取引がすることがないようにお願いします。それでは入れていきましょう。はい、そしたら今入れたこちらの RSI なんですけども、僕の動画でもね何度も登場しているので、今更ね結構説明は不要だよって思う方もいると思うんですが、今回初めてね僕の動画を見てるって方もね中にはいると思うので、RSI についてちょっと簡単に説明していきます。これは現在の相場の過熱度が分かるインジケーターになります。 RSI が示す数値が 70% 以上を超えると買われすぎ、反対に 30% 以下だと売られすぎという判断をすることができるんです。でそれ以降はトレンドがね反転するよっていう予測から逆バレをね用いられることがすごく多いです。ただ騙しもね割と多いって言われているため、RSI 一つだけで取引を行うっていうことは避けてください。僕他の動画でもね単純にレベルライン以下での逆張りは危険だよってお話してると思うんですが、インジケーター一つだけ RSI 一つだけだと根拠がねやっぱ薄いんで、必ず他のインジケーターと組み合わせて根拠をねちゃんと強めるようにしてください。今回は設定値の違うね RSI 二つ使っていくので、インジケーターをね組み合わせてるっていうことになるんですが、騙しをね回避する方法についてもこの動画のね後半でお伝えしていくので、ちゃんとしっかりとね最後まで見ていただければ完璧にマスターすることができます。では早速ちょっとエントリー状況にね入っていきたいなと思うんですが、今回まあ実際のねトレード映像を用いて解説をしていきます。エントリー状況をね把握するっていうのももちろん大事なことなんですが、まあどういう相場でねどういうタイミングでエントリーをしているのか、こういった部分にもねきちんと目を向けるようにしてください。はい、そうしましたらそろそろねちょっと条件が一致しそうなポイントですので、次足ね行ってみたいなと思います。はい、したらねしっかりと条件一致の確認ができましたので、10万円ですねこちらでハイエントリーを1本だけ仕掛けました。まあ、待ってる間にねちょっと条件解説していくんですけども、まあ、今回は見てわかるようにね、まあ、インジケーター2つ RSI ね2つ使っていくんですけども、まあ、サブチャートに全て織り込んでるんで、まあ、基本的には、まあ、見るポイントとしてはねたったの1つとなります。でめちゃくちゃ簡単で、基本的には、まあ、上限下限ってねラインが引かれてる中で下限のラインに注目していただきたいんですけども、 RSI が、まあ、上から下にね突き抜けると、下抜けたタイミングをねしっかりと確認できましたら次足でハイエントリーを行うようにしてください。もう条件自体はもうたったのこれだけとなります。だから今回は、まあ、RSI2 つ使ってねある程度ちゃんとね騙しを回避することがね実際できてるんです。ただ若干ねやっぱこう少なからず負けちゃうポイントも出てきちゃうんで、そういったポイントすらもね完璧に省く方法、これを後ほどねお伝えしていくので、そこはちょっとしっかりと聞いておいてください。はい、したらねしっかりと陽線が形成されてますので、問題なくね勝つことができました。まあ、今回10万円でのエントリーですので9万円の利益の獲得となります。はい、そしたらハイエントリー自体はこれだけです。簡単なんでもうすぐにね覚えられたんじゃないでしょうか。2本の RSI が、まあ、下限のねラインを下抜けしてるのが確認できるポイントっていうところでね、次の足でハイエントリーということになります。2本のラインのね動きを見るだけでエントリーができるんで、すぐに理解して稼いでいくっていうことがねできます。ただ RSI は騙しが多いともね言われてるインジケーターなので、ローエントリー状況をね解説する前に無駄な負けを防ぐワンポイントアドバイスをお伝えします。
今条件がね、まあ、一致してるポイントに縦線を引いてるんですけども、確かにこれらのポイントはね全て条件が一致して一応ね全て勝つことができています。ですがこことこのポイントとここのポイントね、ここから左側のポイントとここから右側のねこの一つのポイントですね、これらのポイントって決定的な違いが一つだけあります。それは何かっていうと、ここだったりここのポイントって RSA に対してね、まあ、下限のライン以下だったりこの上限のねライン以上に対して同時にこのようにね下抜けしたりとか上抜けしてるんです。でもこのポイント最初ここですね、赤色のね RSI が下限のライン以下を推移して、で最終的に青色のね RSI が追っかけるような形で、まあ、このようにね推移してるんです。でこのポイントに関しては、まあ、結果的にね、まあ、あの条件ちゃんと一致して一応まあ勝ってるポイントにはなるんですが、どちらか一方がね先にラインをね超えてる状態で、まあ、追っかけるようなね状態で条件が一致するポイントはわりかし負けやすいねポイントになることが多いです。なんでかって、それを追っかけるような形で条件が一致してるってことはその方向に進む勢いが強いという可能性がね非常に秘めてるからです。なので無駄な負けを減らすためには2本の RSI が同時にねレベルラインを超えている、そういった部分だけに絞ってねエントリーするのがいいでしょう。このポイントもね意識して取引を行うことで負けを回避、つまり勝率をしっかりと上げてね利益につなげることができるんです。それではね負けやすいポイントもしっかり理解できたかなと思いますので、続いてねローエントリーの条件に移りたいと思います。はい、そうしましたらそろそろねちょっとエントリーできそうかなというポイントですね。はい、したらしっかりとね条件位置の確認ができましたので10万円のねローエントリー1本だけ仕掛けました。でまあ RSI がね2本ともこの上限のねライン上を推移していること、まあ、どっちもね上に到達したタイミングですね。その確認ができましたら次はローエントリーを行うようにしてください。まあ条件自体はねハイエントリーの逆となりますのですぐに覚えられるんじゃないかなと思います。それではねまだちょっと時間までありますのでこのまま結果を待っていきましょう。はい、そうしましたらしっかりとね陰線が形成されましたので問題なくね勝つことができました。でまあ今回ドル円ですね、ドル円はペア取率が 1.95 倍となりますので、まあ利益ですね9万5000円となります。はい、そしたらここからはねより利益を求める方にぜひね挑戦していただきたい、まあ、気持ちのね強い方は絶対に、ね、飛ばさずにちょっと見ていただきたい項目になります。今回の章は逆張りエントリーですよね。ですので相場の反転を狙ったエントリー方法になるんですけども、とても強いトレンドの圧力が発生してるとすぐにはトレンドがね反転せず、その圧力のままトレンドが継続していき負けてしまう可能性がね少なからずあります。まあこれがね俗に言う騙しっていうことですよね。なので騙しに合うことなくエントリーポイントを見極めていくっていうことが勝率アップにつながるんです。そのために新たなインジケーターを追加します。追加するインジケーターは RSI とボリンジャーバンドです。え、また RSI と驚かれるかもしれないんですが、この RSI はまた別の働きをねしてくれるものになります。ですが難しいことはないので安心して聞いてください。それではねまずちょっと RSI を入れていきたいんですが、まずこちらの挿入ですね、インジケーターのオシレーターの中にありますこちらリラティブストレングスインデックスを選択してください。そうするとこういったね設定画面が表示されますので、こちらの、ね、設定値は今モザイクをかけているんですが、新しい設定値がね入力できましたら設定していきましょう。では続いてもう一つねインジケーターを入れていきます。こちら続いてナビゲーターですね。でこの中のトレンドの中にありますこちらですね、ボリンジャーバンド、こちらを見つけていただいてドラッグ&ドロップで長押しでねこの中に持っていきます。こちらも同様に設定数値はね後ほどお伝えしていきますので、正しいものを設定していただいて問題がなければ設定していきましょう。そしたらエントリー条件についてねちょっと解説していくんですけども、先ほど解説した半エントリーのね条件覚えてますか。日本の RSI が同時にね、まあ、下限のレベルラインを下抜けてると、で次は半エントリーっていうね条件だったんですけども、後から追加した RSI がねボリンジャーバンドの下のバンドラインをね突き抜けていることが確認できましたら次は半エントリーとなります。まあ、つまりまずここのポイントですね、まあ、上のこの条件がねしっかりと満たしているポイントで RSI が下のバンドに対してちゃんと触れてると、その確認ができましたら次はハイエントリーをね行うようにしてください。でちなみにこのポイントなんですけども、こうやってね追っかけてるポイントに関しては、まあ、ボリンジャーバンドと RSI のねこの条件見てもらうと、まあ、ギリギリ一致してないというポイントになります。つまりこうやって見ても分かるように、まあ、根拠としてはあんまこうね強くないポイントっていうことになるんです。まあ、反対にねローエントリーは、まあ、先ほどのね通常の条件に加えてボリンジャーバンドに対して RSI がね、まあ、下から上に抜けてると、その条件をね確認できましたら次はローエントリーという方法になります。基本的に RSI ね2本使ってこう下限のラインをね下抜けてるポイントは
まあ、どっちかって言ってね、反転される可能性が高いよと基本的には見れます。ただしこの動画内でもねお伝えしたように、単純に逆張りっていうだけをねしていくだけだとやっぱ騙しにあってしまいます。なんでそのポイントが本当にね反転するかっていうのを、まあ、今回ね RSI とボリンジャーバンドのこの方法を取り入れて、より反転する可能性がね高いかどうかっていうのを確かめてくれるってことです。なのでこのプラスアルファの部分ですね、より堅実な取引を行い、手堅くね利益を獲得していきたい方はぜひ覚えておいてください。これらのことをね意識して取引を行うことができると、あなたもねすぐに荒稼ぎできるようになります。それでは最後にね、今回の仕様で必要不可欠なインジケーターの設定数値ですね、あとはトレード日記のねプレゼントの受け取り方法についてお伝えしていきたいなと思います。行ってほしいね条件は全部で3つあります。まず僕のねチャンネル登録をすること、この動画にねいいねを押すことです。そしてこの動画にねコメントをください。でこのコメントに関してなんですが、この少年取り組みでの意気込みだったりとか、まあ、あとはこう普段ねどういう手法を使ってるよとか、どういうインジケーター使ってるよとかあれば教えてください。結構ね人気のあるインジケーター、まあ、使ってる人がね多いインジケーターをベースに、まあ、手法解説とかもねやっていきたいなと考えてるんで、そういったものがあればねぜひぜひちょっと教えてほしいなと思います。で最後に LINE でねキーワードを送信してください。送ってほしいキーワードはねこちらです。人生逆転ですね。カッコ外してキーワード単体で構いません。僕に LINE でねキーワードをお送りください。 LINE の一番簡単な登録方法こちら、概要欄に LINE 追加できる URL が記載されていますので、そちらからご登録が可能です。まあ手順がねわからない人のために、今表示されている手順こちらをね参考にしてください。まあスマホ用のね手順にはなりますが、パソコンの方はねタイトルの下の方に URL が記載されていますので、そちらからご登録が可能です。それでは本日の授業はここまで。